今原英史さんらは初めましての方もご常連の皆様も IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。ラグビー日本代表ブレイブブロッサムズの皆さん、ラグビー関係者の皆さん、そしてご家族の皆様、ありがとうございました。勝ち負けは勝負の常とはいえ、結論を申せばよくやった。私はあなた方ラグビー日本代表の皆様の正々堂々とした戦いっぷりこそ日本代表の名にふさわしいものと誇りに思っております。とにもかくにもお疲れ様でございました。はてさて、我らがラグビー日本代表はその出身地あるいは国籍を問わずに日本代表そのものでありましたが、我らが日本国民を代表する国会議員の中にはどこかの国々のね、代弁者であるかのような発言をする人たちがいて、一体どこの国のために国会議員を、日本の国会議員をやっているのかなと、との冗談が冗談にならないような国会議員がいて、それはすなわち正々堂々の正反対、今用に言うならば真逆な国会議員が少なからずおります。とりわけ今ネット界隈をざわわとさせているのが国民民主党の森裕子参議院議員です。この番組でも指摘した国家戦略特区ワーキンググループメンバーの原英史さんを元締める目的だったのではないかと、現在絶賛裁判中の毎日新聞の記事をもとに、この原英史さんをやり玉に挙げたのが国民民主党の森裕子議員。これは国会議員という権力の乱用で、こんなことね、許しちゃ絶対にダメです。なぜならこれがまかり通るのであれば、一報道機関、まあ、新聞社が政治家と組んで一人の個人を抹殺、社会的に抹殺できちゃうことになるからです。つまり法治国家の敵と呼んでも過言ではない振る舞いをしているのが森裕子議員で、さらにその支流馬に乗っかっている原口和博議員、そして国民民主党も批判されなければなりません。今原英史さんらは署名サイトチェンジオーグにて、国会議員による不当な人権侵害を許さず、森裕子参議院議員の懲罰とさらなる対策の検討を求めますと題したキャンペーンを展開しており、私も署名しました。ご賛同いただける方はぜひご参加ください。さて、原さんを貶めるかの国会での質問から飛び火したのが経済学者の高橋陽一先生。令和元年10月14日の体育の日、あの人気番組真相深入り虎ノ門ニュースにて、森さんの質問にね、俺の名前が入ってたんだよと高橋陽一先生がポロリした。これについて、質問権の侵害だ、情報漏洩だと森裕子議員が現在大騒ぎしております。この大騒ぎについて、1週間後となる令和元年10月21日のその真相深入り虎ノ門ニュースにて高橋陽一先生が緊急出演され、その事情を説明されておりました。同時に現代ビジネスの同じ10月21日に高橋陽一先生御自らがまとめ記事を書いておりました。そこでの説明をざっくりとまとめるとこうなります。まずその森裕子議員御自ら原英史さんを国会の参考人招致をすると、参考人招致をする以上、お役人様は原英史さんにその質問内容とともに連絡を入れます。その連絡を受けた原英史さんが、その質問の中に高橋陽一先生がお勤めになっている下越大学の名前があった。そこで高橋陽一先生に原英史さんがもしもしとお電話をして、下越大学って名前があるけれど、これ毎日新聞の取材今まだ続いてるんですかとの確認をされました。そんな電話を受けた高橋陽一先生、ネットでググってみたところ、その森裕子議員御自らのツイッターアカウントで質問内容の一覧がドドンと公開されておりました。これが令和元年10月11日の午後8時22分の投稿。そしてこれにいくつかの他のネット情報を加えたものを虎ノ門ニュースで語られたとのこと。ちなみに先ほどの森裕子さんの質問一覧のツイートはなぜか今削除されております。そしてこれまたなぜか10月14日にほぼ同じと思われる内容が再投稿されています。森裕子さんの主張は質問が事前に漏れたとのこと。しかし削除された投稿はその事前のお話。なぜ削除されたのかな。そもそもツイッターで公開されていたんなら情報漏洩にも守秘義務違反にも当たりません。また参考人招致した人物にその質問内容を伝えるというのも当たり前の話。
それとも森裕子議員や原口和弘議員は参考人招致で呼ぶ人間に一切の情報を与えず問答無用でしょっぴけとでもおっしゃるのでしょうか。一方、森裕子議員を擁護するこんな人たち、まあ、つまりは反日左翼、ネットスラングでいうとこのパヨクの皆さんは、高橋陽一先生の発言が二転三転したとか細かいところを取り上げて大騒ぎしておりますが、これについても令和元年10月21日の新総深入り虎ノ門ニュースで高橋陽一先生も細かく語っておりました。これをあえて批判するならば、高橋先生、話持った、あ、違った、いささか簡単にまとめすぎたという批判はあるのかもしれません。その後も森裕子議員はツイッターを使って必死のキャンペーンを張っております。加計学園と同様に国家戦略特区への提案を希望していた学校法人と200万円で提案代行を行った特区ビズ社、その会食場所に行ったことを認めている内閣府の元参事官、同じ出張工程だったと主張している特区ワーキンググループ委員は、その時だけお買い物でもしていらしたのかしらと原英史さんへの執拗な攻撃を続けておりますが、この話、普通の日本人の読解力を持って森裕子議員のツイートを理解するならば、この話題というのは、この疑惑というのは、原英史さんが毎日新聞に記事が載った直後から否定している話です。原英史さんの説明によると、毎日新聞からの直撃取材があった時、まあ、食事くらい行くかなと漠然と答えたところ、毎日新聞の取材というのは日時が細かく指定されていたので、後に手帳を見て、あ、この日は夕方には東京に戻らなきゃいけなかったので会食する時間なんかありませんでしたと毎日新聞にわざわざ教えてあげたにもかかわらず、毎日新聞は会食に行ったっぽい記事を書き、さらに原英史さんが金品を受け取ったっぽい記事を書いた。そこで謝罪と訂正を毎日新聞に原英史さんが求めたのに、毎日新聞がそれをピッピッとしたので、今毎日新聞は原英史さんに訴えてくると訴えられております。そしてその裁判の中で、毎日新聞は言うにことがいて、原英史さんが金品をもらったとは書いてないと愚にもつかない言い訳をしております。この毎日新聞の記事に高橋陽一先生の話が接続するのは、高橋陽一先生がお勤めになっている下越大学と国家戦略特区ワーキンググループが、なんだかね、悪巧みをしようとしているという疑惑がというよりは、そうした作文をしようと毎日新聞はしていた。ところが毎日新聞もどこどこどこと取材していくと、どうもこれは記事にできないと、記事にしていなかった話なのに、国民民主党の森裕子議員は国会の質問で国家戦略特区ワーキンググループと下越大学を並べて何かをしようとしていた。つまり毎日新聞と森裕子議員はグル、お仲間だったという疑惑が、つまり森裕子という国会議員と毎日新聞という報道機関が手を組んで政権攻撃をしようとした、つまりは第二の西山太吉事件ではないか。これへの疑惑と憤りが、先ほどの虎ノ門ニュースでの高橋陽一先生の発言になるんです。むしろ今説明責任が問われているのは森裕子議員と毎日新聞、そして森裕子議員にその質問を許した国民民主党です。さらにこの週末を挟んで、森裕子議員のネタ、あ、失礼、話題がネット界隈をざわわとさせております。発端はフジテレビの平井文雄さんの避難所でワインを出せ、国民を災害からどう守るか議論しない国会に幻滅したと題したネット記事です。平井文雄さんの記事の論旨は、台風19号の直撃があった直後の国会ならば、あの悪夢そのものの民主党政権においてスーパーテーマをスーパー無駄遣いとかね言ってみたり、あるいは壮絶なピッとのブーメランとなったヤンバダムなど、議論すべき点は様々あるにもかかわらず、的外れな質問で、むしろ安倍政権を助けたのではないか、読み方によっては安倍政権批判でもある、至極真っ当な記事でございました。この平井さんの記事を森裕子議員はデマだと大騒ぎし、謝罪と訂正を今ツイッターで求めております。かつてマスコミしかなかった時代にはこの手口は通じたのかもしれませんが、今我々にはネットがあります。このワイン発言も令和元年10月15日の参議院予算委員会でのことで、その前段にある質問通告は台風上陸の前夜
質問通告の締め切り後もさみだれ式に追加の質問があったとされ、これによって霞が関のお役人の皆様は霞が関に足止めになり、食料の買い込みもできなかったとのお話です。お役人の皆様、お疲れ様でございます。さて、その森裕子議員はワインを出せなどとは言っていないと、それがすなわちデマであると大騒ぎしております。ネットで拾った国会の予算委員会でのその前編の動画を確認してみたところ、森裕子議員はイタリアの避難所では日に日に食事が良くなり、しまいにはフルコースも出る、さらにワインまで出ちゃうんですよみたいなことをおっしゃっておりました。その上で、日本の方がイタリアより経済大国なんです、イタリアにできることがなんで日本でそう目指そうとしないんですか、総理に聞きたい、それが予算委員会なんですよ、これぐらいをやると総理が言うべきだと、ざっくりとまとめるとこのように森裕子議員は発言されております。確かに森裕子さんが主張するように日本の避難所でもワインを出せとは言っていません。しかし普通の日本人の読解力ならワインを出せと理解するのが自然ですし、何よりその森裕子議員がデマだと大騒ぎしているフジテレビの平井文夫さんの記事にある当該箇所はこうです。驚いたことに、国民民主の森裕子議員がイタリアの避難所ではワインが出る、だから日本も抜本的に変えましょうと安倍首相に繰り返し迫っている、日本の避難所でも酒を出すということなんだろうか、この人何を言ってるんだろうと、あくまで要点や皮肉であって、また見出しには確かにワインを出せとありますが、このワインを出せの後ろにはクエスチョンマークがついています。こうした要点や皮肉の部分をわざわざ引っ張り出してワインを出せとは言っていないなんてね、普通の日本人は言いません。より正しく言うならば、正々堂々とした議論ができる日本人ならば、このフジテレビ平井文夫さんのワインについての記述をデマだとの主張は、それこそがデマです。デマだとの強い言葉で威嚇をし、ツイッターのフォロワーさんという周囲を巻き込み、ワインを出せとは言っていませんと論点をずらす。まるで南国の冗談はともかく、これではまともな議論になりませんし、政治家の批判すらできなくなっちゃいます。その一方で森裕子議員は民主主義のヒノキ舞台である国会の場で、毎日新聞自身がもはや逃げ腰になっている不確かな記事をもとに、原英一さんの名誉を貶めるかの質問をしております。国会議員が議会における不逮捕特権や発言の自由、言論の自由が認められているのは、他人を貶め自らの発言をなかったことにするためではありません。これが森裕子議員その個人の活動であるならば、残念ながら民主主義にエラーはつきものです。次の機会にピッピッとお引き取り願うしかないのですが、この森裕子議員と二人三脚で歩まれているのが原口和弘議員。その時国民民主党という公党はすでに同罪と言っても良いのではないでしょうか。野党も含めた国会議員の皆さん、あなた方は我が日本国の民主主義の代表、日本代表なんです。くれぐれも日本人として、日本代表として、恥ずかしくのない正々堂々とした議論をしてほしいと願う今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。安倍晋三完全勝利説という物語なのに乗るゲストだと、赤が勝ち、ヤクザが撃って若返る、ペニュークイスグリ、ウルクイスグリ、日本別にすごくない、あの病気だって
あなたに会えたから。と、番組を最後までご覧いただいた皆さん、突然ですが、じゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけん、チョキ。私がチョキなので、グーを出したあなた。あんた、いいパンチを持ってるな。あんたの勝ちだ。何者だ。おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた。あなたと私でダブルピース。このピースの手の甲を見せるサインというのは、欧米諸国ではとても挑発的、相手に対して無礼な行為だそうです。そして、パーを出したあなた。はい、あなたのハンドパワー、確かに受け止めました。それでは、本当のバイバイ。